さあ原宿にやってまいりました。神宮橋ね、竹下通りちょっとこう行ったらなんかパワースポットの神社があるということなんでちょっと行ってみたいと思いますね。もう変わりましたね、原宿の駅も。めっちゃ変わった。こんなんないですよね。なんかエレベーターとかなんか2階建て3階建てってないです。僕らも目の前の古い原宿駅がもう原宿ですもん。これ工事しちゃってんじゃないですか。もう違いますね。まずく行きますね。松田さん、原宿来ることあったんですか？いや、何回か行ってますね。何し？たけしさんのグッズの店があったんですよね。あ、北のインドカレーとかなんかたけしさんのグッズの店が、伊勢らっきょさんの同級生の方がお店やってましたもん。原宿から出たことがないですよね、この駅から。原宿で降りないですもんね。竹下通りとかどうですか？竹下通りはもうね、夜中にこの間こっそり行きました。なんで？ウォーキングをしに。夜中っていうか夜になっちゃったんですよね、結果的に。人が多いな。あ、若者が多いな。50過ぎのおっさん歩いてないですね。あ、どうも。お知り合い？ああ、パウロで感じ。どうもどうも。ちゃん、ちゃん。お母さんだけやってます。クレープの匂いしますね。やっぱり原宿竹下。あ、クレープだ。原宿といえばね。綿菓子なんてね、俺消えるの分かってるから食わないしね、もう。え、どういうことですか？綿菓子って消えるじゃないですか。食べるもの全部そうでしょ。ポロって言ったらプチュルってなっちゃうじゃないですか。膨らましてるだけですもんね。美味しいじゃないですか。あ、クレープはなんとなくわかりますね、個体っていうか。手相占い。占いとかしますの？一時よくお世話になったですね。どんな時ですか？新宿の母の息子さんとかがやってたとかね。なんか工事が多いですね。新しいものができるんでしょう。確かに。神社この辺じゃないですかね。これここ行ったことあるんですよ。東郷平八郎の神社ですよね。松田さん、ここは？ここね、何回か行ったことあるんですよ。東郷神社ですよね。原宿の中にポツンとですよね。竹下通りとかよりもやっぱ東郷神社の方が歴史古いですもんね。今こうやって華やかなところにポツンと。ああ、そうですか。さらに、お守りを買うといいですよ。お守りいただきましょうかね。はい。勝ち守りをお願いします。上様ですね。勝ち守りですね。ね、阪神の守備も守備が良ければ勝ちにつながりましたしね、タイガースもね、守備がしっかりしているとヤクルトに勝ってましたけど、守りこそ勝つ理由ですね。すごい綺麗ですね。こんな原宿のど真ん中でもここが歴史が古いですよ。そうですね、竹下通りなんて後からですからね。原宿からパワースポットの東郷神社に伺いましたけど、やっぱり、元気いただきましたね。多分これからいいことあると思うんですよね。勝ち守りいただきましたんで、元気よく仕事ができたらいいなと思うんですけど、やっぱり大事なのは勝つことですね。勝ち守り
東郷先生から勝ち守りいただきましたんで、明日から一生懸命、清めて頑張りたいなと思います。まあでもここいいとこですね。この竹下通り、この原宿のもう若い子いっぱいいるようなところに清らかな自然があるっていうのは素晴らしいですね。もう最高のパワースポットだと思いますね。若い人もできたらこの近くまでいるんだったらちょっと行ったらいいんじゃないかなと思いますね。55にして勉強になりました。どうも今日はありがとうございました。松村邦洋、ためにならないチャンネル登録の方もよろしくお願いします。